今日も生きててすいません、森姫チャンネルのケントです。よろしくお願いします。さあもう5月終わっちゃいそうですが、活動死んだって言われてますけどね、次上げる動画の編集がやばいんですよ。いつ終わんのかなって感じ。現在いくら溜まってるのかもはやもう自分でも把握できておりません。10万円の貯金箱がまだ全然いっぱいになってないっていうしね、いろいろ心配になってくるところではありますが、今月上げた動画に関してはそれなりに伸びたはず。エイプリルフール、ショパン、3月の報告、端数は繰り上げる程でいるので、エイプリルフール動画がで2500で、ショパンが24600なので25000、ご報告動画が2500円、ちょうど3万か。え、これ多分いっぱいになんない？多分はい、勘弁してくれよ。3万っていうと500円玉が60枚、やべえ。まず500円玉の在庫あったかな。一応500円玉日頃から集めるようにはしてるんですけど、1234567、しゃー2枚足りねえ。作ってくか。お願いします。ちょうど酒買えば OK ですね。かえって浪費してる気がするっていうか、普通に500円玉に銀行で両替した方がいいんじゃないかというのもありますが、ちょうど3万円分ですね。じゃあこれ入れていきましょう。はい、1234567589おー60、やべえ、入りきっちゃった。一応10万足してるかどうかだけ数えてみる。1234567899、9万、ジャスト10万どころじゃなかった。つか500円玉作るために使ってるお金を貯金に回せば、まあいいでしょう。来月はおそらくですね、10万円の貯金箱に500円玉限界まで詰めたら何万円分貯まりますの、そんな趣旨の動画になると思いますので、ご期待くださいませ。これで10万円いっぱいになった場合にはこっちに、500円玉を移行します。して、じゃあこれどうするかと言いますと、実はさりげなく並行して1円玉貯金というものもやっておりますので、空いた貯金箱には1円玉を入れて、1円玉だったらいくら貯まるのかっていう。というわけで、来月以降の、このチャンネルもどうぞよろしくお願いします。